どうも、こんにちは。今回はですね、昆虫ゼリーに関する動画なんですけれども、僕がメインで使ってるのはこの3種類ですね。白いのがフジコンの高タンパク乳酸ゼリーです。で、大きい黄色いのはフジコンのドルクスゼリーですね。昆虫ゼリーで何が一番優秀かというと、個人的には KB ファームのプロゼリーが間違いなく最優秀だと思ってるんですけれども、あれ値段がね、ちょっと高いんですよね。段ボール1箱とか2箱で買うと、フジコンの高タンパク乳酸ゼリーとかドルクスゼリーってプロゼリーの半額ぐらいで買えるんで、やっぱり長く飼育続けていくには安くて良いものっていうのが欠かせなくなってくるというかね。まずはこの 16g のフジコンの高タンパク乳酸ゼリーなんですけれども、主にクワガタのメスとか小型種のクワガタに与えてます。で、これワイドカップですね。重さは同じ 16g なんですけど、幅広の口径になってまして、クワガタのオスが食べやすい形状になってます。そこも浅いし、ワイドカップだから顎が使えないしということですね。で、この65g の一番大きいゼリー、これについてはカブトムシに与えてます。特に大型のカブトムシとかはゼリー食べる量もものすごいので、こういう大型のゼリー1個あげて間に合わせていく感じですね。昆虫ゼリーね、人それぞれ好き好きとか、あれがいい、これがいいってあると思いますんで、もう全然僕はそれで構わないと思います。趣味ですからね、所詮自己満足なんで、自分がいいと思えば、それが一番いいと思います。僕もあれこれ言うつもりないですし、ただ個人的にはね、このフジコンの高タンパク乳酸ゼリー、非常に気に入って使ってます。昆虫ゼリーといえばですね、それこそいろんなメーカーさんがいろんな銘柄のゼリー出してらっしゃって、色が違ったり味が違ったりっていうことなんですけれども、僕はフジコンの昆虫ゼリーが一番安定してると思ってます。どんなクワガタでも嫌わずに食べてくれるというのが最大の特徴で、オオクワガタとかヒラタクワガタみたいなのは大体どんなゼリーでも食べるんだけど、ツヤクワガタ、丸羽クワガタ、あとは金色クワガタとか、この辺りはね、かなりゼリーの選り好みが激しいので、いいゼリーじゃないと食べてくれないっていうのがあるあるなんですよね。だけど、フジコンのこの高タンパク乳酸ゼリーとか、あとはフジコンの赤色の樹液ゼリーとかね、そういう難しいクワガタでも好んで食べてくれるんで、値段も安いですし、何も言うことがないということで、自分なんか業者やってた頃から昆虫ゼリーはフジコン一択ですね。安くてどんなクワガタでも食べてくれる、言うことないですね。こういうね、ゼリーカッターみたいなんで、こうスパッと開けてこのまま揚げます。いちいちめくらなくても、これでスパッとやればどんなクワガタでも食べてくれますからね。で、こっちのワイドカップでもそうですね。小型のクワガタなんかはね、こうペリッとめくったりもするんだけど、基本的にはもうこれゼリーカッターでスパッとやって、それっきりですね。あとはね、パプア金色クワガタとか、ああいう小型の種類に関しては、このまんまゼリーあげるとね、中で溺れて落ちちゃうことがありますから、こういったゼリーを2つにカットするゼリースプリッターみたいなのがあると便利ですね。こんな感じでね、スパッとやって2つに割れるという優れものでございます。このね、フジコンの乳酸ゼリーはね、まず香りがいいんですよね。独特の甘い、それでいて爽やかな匂いが僕非常に好みです。あとはね、水分量がね、絶妙の仕上がりになってて、液だれも少ないし、かといって硬すぎずというね、扱っていく上でもストレスのない水分量に仕上がってます。
まあ、なので僕はずっとフジコンの高タンパク乳酸ゼリーを好んで使うんですけれども、まあ、どんなクワガタでも食べてくれる安いゼリーって言ったら、ある種の究極系というかね、KB ファームのプロゼリーがいいのは当然なんだけど、あれはちょっと値段も高いんで、お金が全く気にならないっていう方にはね、非常におすすめですけど、まあ、自分みたいなブリーダーにとっては、フジコンのゼリーって昔から重宝してて、最終的にね、ゼリーはフジコンといった感じですね。もうそれこそいろんなメーカーさんのいろんなゼリー、特に安いところは一通り試してますけど、最終的にも昆虫ゼリーはフジコン。これが自分の回答です。いいゼリーか、あるいはそうでないゼリーかを見極めるときに、一つ基準になる虫を作って、それに与えて食べるようならいいゼリー、食べないならそうではないゼリーというふうに自分なりに判断つけていくんですけど、やっぱり基準にしたいところは、パプア金色クワガタとかその辺ですかね。パプア金色クワガタって意外とゼリーにうるさくて、まあ、食べないゼリーも結構あります。で、自然界では紅花ボロギクっていうね、キク科の花の茎の汁を吸うんですけれども、昆虫ゼリーでも良いものは食べてくれるし、悪いものは食べないしで、非常にはっきりしていて、判断つけるのに好都合の虫ですね。まあ、例えばこれなんかはね、フジコンの高タンパク乳酸ゼリーですけど、パプキン食べてくれます。で、あとフジコンのね、赤色の樹液ゼリーも食べてくれます。まあ、色が赤いだけでね、いろんなそういうゼリーありますけど、やっぱりフジコン安定ですね。昆虫ゼリーは個人的にはフジコンだけでいいんじゃないかというぐらい、まあ、そこはさすが昆虫業界の最大手にして老舗といったところですね。フジコンの乳酸ゼリーと樹液ゼリーだけで、まあ大体ゼリー食べるような虫は全部いけますね。あとはまあ余裕があればプロゼリー買うぐらいで、まあ安かろう悪かろうじゃないですけど、まあ、安いゼリーいろいろありますけれども、中でもフジコンっていうのはもう別格ですね。信頼性がまるで違う。というわけで今回はですね、僕が業者時代からずっと気に入って使ってるフジコンの高タンパク乳酸ゼリーのご紹介をさせていただきました。まあかれこれ長いことブリードはやってきてるんですけれども、いろんなメーカーさんのいろんな銘柄の昆虫ゼリーを、それこそトラック何台分みたいな次元でかなりの種類と数使ってきてますんで、ある程度は参考にしていただけるんじゃないかなと思います。まあ、ただ昆虫ゼリー何がいいか何が悪いかなんて人それぞれご意見あると思いますし、もう全然それでいいと思います。まあ、自己満足なんで、自分が良ければいいんじゃないでしょうか。みんな違ってみんないいというね、そういうことでよろしくお願いします。また動画見てやってください。それではありがとうございました。さようなら。バイバイ。